はもう広くて、その僕もオフイベントとか何回か起こしたこともあるので、ここすごいぞみたいな。やっぱりこう環境がいいと来てくれた人に対してこう堂々として言えるというか、来てくれた人たちもお、めっちゃいい場所じゃん、ちゃんと座れるしみたいなところで、すごいなんか早く来るのが楽しみな気持ちでしたし、またこう大阪でやるってなった時はここでイベントやりたいなってすごく思いました。やっぱりこう参加型トーナメントといったところで、まあ、初めて今回そのオフラインのイベント来てくれた方も多くて、その中でこう同じ空間に対戦相手がいる状況でプレーするっていうのが、まあ、すごい緊張したりだとか、まあ、勝った時楽しいとか、まあ、負けてもねすごいいい思い出になったなっていったところで、すごいやっぱ全員参加っていうのがすごいやってよかったなと思いましたね。あとやっぱトーナメントでちょっとこう有名な人が勝ち残っていくのもあって、その人の周りにギャラリーができたりだとかで、だからそういうのもすごいこのオフラインならではの良さが出てたんじゃないかなと思います。オフラインイベントで、まあ、みんなでやっぱり楽しく、まあ、特にこのクラロってゲームはソロゲームなので、普段は誰かと協力してるってことが、まあ、限りなく少なく、まあ、通話とかでみんなで一緒にやったりとかっていうぐらいなんですけど、だからこそこういうオフラインでのみんなでのワイワイやるっていうのがすごい根付いてる文化でして、だしそのちょっとやっぱ有名な選手とか強い選手とかがちょっとチヤホヤされる、名も知れてるしみたいなっていうところで、そういう人たちもなんか参加したくなるような場所だし、初めましての人も来やすい場所だしっていったところで、なんかそういう人たちがその日仲良くなって帰ってまた次の深い一緒に来るみたいなことも多いんで、こういうソロゲームの中ではやっぱこういう出会いの場というか、こういうの場すごい必須なんじゃないかなと思ってますね。変容は現実です。